で、これがですね、先ほどから言ってる大沢の沢っていうので、ここにお寺があって、真言宗のお寺で、東福寺という。まあ、真言宗ですが、相当歴史は古いんで、村のお寺ですね。で、檀家でなくて、ほとんどの人たちが、信徒だったんですが、まあ、新しく住み着いた人たちが今、檀家になって、両方で維持しております。で、この沢がですね、その伏流水を作って七つ池を作ったということで、今ここ水が何も流れていません。で、かつてはここへですね、ヤマメが上がってきたっていう、もう亡くなっちゃった人に聞くとヤマメが登ってきたぐらいに、自然が豊かだったようですけども、今はもうコンクリートで固めましたし、そんな魚は上がってきませんが、実はここ、昭和40年に水害を起こしまして、でその向こうが私の家なんですけど、あの角の向こうが、でそこにドカッと入りまして、それでこう改造しちゃってこの沢入れないんですけども、でここはずっと沢が深くなっていて、そこへ薪屋なんかを集めて、みんなで小さく切り刻んで、ここからリアカーとか大八車まで引き出してやったということで、まあ炭焼きも昔は結構あったようです。で先ほど馬場さんが言ったように、乾燥させるための炭を作って、うちなんか練炭よりもむしろこういう大きなね、2階に鉄板で囲って、そこへ灰が入ってました。今その名残もまだありますけど、でそういう炭焼きの炭も使ったようです。ですからここが七つ池のルーツだと思ってください。正直では先ほどから申し上げるように水はけが非常に良くてきれいな水が出るというお話しましたんですが、ここへ昭和4年にですね、上水道をこの塩尻村自体で設置して、昭和4年にこれ開通してます。だから私は昭和6年生まれですけれども、もう記憶に残る範囲では生まれながらに水道をひねれば水が出る生活をしてきました。ですからよそ行ってみてみんな井戸で生活してる時代だったんで、ああやっぱ塩尻はその辺は進んでたんだなと。それでこの沢にも一個、それから向こうの秋葉との境の沢にも一個や水源地を作って、そこへまたこっちから登っていくと分かりますけど貯水池を作って、それでこの上塩尻区内へ排水をしていた水道ができたんです。それでそこへ空き家の小林さんもご出席なんですが、空き家もその頃ですかね、上水道を昭和4年のあれは3年から2年ぐらいから準備して、準備してね、上塩尻、空き家、下塩尻、全部全村、全村でやったんですかね、上水道を設置したわけです。結局今お話にあったこの大沢とそれから秋川の魚の沢、魚の沢ね、真ん中、中野沢っていう今は上庄寺の人は東沢、秋川西沢っていうけど、その3つのところに水を集める集積層っていうのを作って、それで今度はそれを浄水池、これから多分上がる、上庄寺の浄水池と秋川の浄水池2つに集めて、それが両方共通するようになりますけど、それ全村に引いたと。で、なんていうか、水道をやる前の塩尻村というのは、とにかく、高地が狭いですし、水が不便で、一番は衛生面、赤痢とか、それからその次に防火、火事があった時に、千曲川の水がすぐ上げられないもんですから、ここの山の方は。だから火事の対策、でその関係で、全村浄水道を設置したことによって、大変村の暮らしがかなり変わったと。変わったですね。で、大体この上昇地区では、最も、この城 の次に最も古く浄水道を設置した一つです、そうですね。それで昭和29年に上田市へ合併したんですが、その時には上田浄水道に秋葉の坂でパイプをつなんで、現在、に至ってるわけですが、現在はだから上田の水を飲んでます。だから本当にこの沢の水っていうのは美味しくて、それで今つなんで、そうすると秋葉の方は途中までは上田から来る水を飲んで
うちで飲む水と学校で飲む水で味が違うんですよ、うん、で学校の水というのは大体この太郎三家後ろから集まった水を飲んでたと、うん、そういう時代だった。今はあの今はこっち閉鎖しちゃったんでね、いわゆるリンゴ栽培なんかの消毒なんか使う以外に、ああそうですね、ほとんど飲料水は使っておりません。ただし上田市の水道局の持ちにはなっています。ああそれであのもう一つこれはコマーシャルですけども、この上に水源地があって、それで新幹線のトンネルがちょうどここのとこを横切ってるわけです。でそのために新幹線のトンネルを掘ったら水が枯れちゃったっていう事件があってね、私その頃いろいろそういう立場でやってたもんだから、それを問題にして鉄拳公団にここへぜひあの冷たい水を出してほしいということで、ここ350メートルから登るとあるんですけど、そこへ2インチのパイプで、ぜひこの突き当たりに美味しい綺麗な水が現在どんどん出てます。あのお茶など興味のある方は汲みに来てください。ここ入ってくと突き当たりに出てますから、それはあの日の目を見ない、あの地下をだけを通ってきた水ですから非常に美味しいです。ただしあの最近毛玉がこう行ったりあれするもんだから、やっぱしあの召し上がる時にはちょっと火を入れてもらった方がいいかなと思うんですが、無味無臭の本当にあの美味しい水です。ちょっとコマーシャルさせていただきます。あ、そうだ、北海道で、まあ、今すいませんね、阪急高裁の流れが残っている清水明彦さんのお宅 でここに花のこの棚のトイレが残っている。伊藤直樹も大変だったんですが、お座敷を残してもらって、でその風情を今に伝えておりますから、ご覧ください。すみません。すみません。あの上の瓦も注目していってくださいね。中だけでなくて、加賀の梅鉢マークのお殿様のマークですから。はい、さん、そちらが今このお宅の当主の清水明彦さんで、まあ、私の一族でいつもいろいろなことで付き合っておりますけども、ここのお宅はですね、江戸時代の参勤交代の時に、ネズミ宿と上田の宿場で距離があったもんですから、ここでお殿様がお休みをして、まあ、トイレをしながらここの座敷から庭を見たということで、まあ私は園芸のことはよく詳しく分かりませんけど、加賀流の庭と言われています。で、このトイレは、便器が木でできてますけども、漆塗りで畳が敷いてあって、でなおかつ上のところを見てみますと、あれは加賀百万石の梅鉢マークがついてます。で実はしばらく前まで、先代が農業をやってました関係で、その木戸のところにも梅鉢マークがあったんですが、まあ、長い間に壊れたり傷んだりしたもんですから、まあ、秋彦さんと相談してここへ瓦をきちっとやってトイレのところだねにしようと、もともとはそこの木戸のところもこの梅鉢マークの、殿様のマークが入ったりなんですが、まあ、残念ながらちょっと散逸したり割れたりしてここだけに集積しました。で、ここでですねお休みをしながら、岩花榊との間に険しいこう緑色業界岸の直立した岩がありますね。あれは昔は今国道だとか、まあ、かつての旧信越線、今の信濃鉄道のところまで
千曲川の波が寄せてたわけです。ですから、考え変える太刀は最大の難所が薄い峠と下塩尻の岩花とそれから、北陸の、親知らず子知らずで、ここを無事に通過したということで来るときには、お城だとか、加賀に知らせたという話も伝わってるぐらい下塩尻のところは難所です。で雨の降った時は六寸街道といってこのくらいの道をあの岩の割れ目を越えて向こうへ行きます。でとてもそこは綺麗でですね、登ったら上田一望ですし、まあ、この前もちょっとケーブルテレビと一緒に登って映像を作ったら、まあ、すざましい映像になりますけど、まあ、だけど怖いとこですね。一歩踏み外すと200メートルぐらいの下にドカンと落ちちゃいますから、まあ、100% 助からない。でそういうところでは難所を越えるところでこういうお休みところを作ったんじゃないかと想像されます。それからこの庭の一番大きい主木を見てください。これはあの柏だあの柏です。でこれは荒柏、学校の防風林使っているのは白柏です。でこれは秋になるとどんぐりをいっぱいつけます。でこのどんぐりがこの木がですね、塩尻の国蔵さんの、地球温暖化の一つの指標になります。これなぜかというと、この荒柏のあるうちっていうのはここしかなかった。で、上塩尻神社とか他の民家のうちは白柏を植えてあった葉っぱの。で、この木と白柏が、最近30年ほどにこの裏の山へどんどん増え出したの。で、荒柏の木がどこにあるかなって調べたら、ここにある。そうすると江戸時代から多分大きい木を植えたもんですから学校の近くだとか民家にあった白樫や荒樫はどんぐりをつけていたいてかけすが山へ運んで貯蔵食として、冬蓄えといて、春まで食べてた。で忘れられたのが芽が生えてきたけども昭和、50年ぐらいまでは冬になると寒くて霜柱で抜けたり枯れてしまったんだけど地球温暖化で枯れなくなったからこういう木がどんどん山へ生え出した。ですから多分この山にある DNA をこの木の DNA と山のやつを調べてると一致するはずです。でまあこれ筑波大学の林一郎先生たちともう生態的にこれ面白いんじゃないかということでこの木はちょっと貴重な木です。だから我々から見ると歴史の皆さんから見るとトイレですけど私から見るとその木っていうのはとても貴重な木です。他に何か付け加えるとこありますか。あとそちらの方に行ってこっちにありますと庭の前に、まあ、それが何かおかごを置いたんじゃないかって言われている。その後ろの、あの、その後ろのね後ろのね広い突起石があります。そこにおかごを置いたんじゃないか。それからもう一つその緑色業海岸のこれ典型的な石積み、それから土蔵の下その入り口見てください。あの石口の入り口の階段から向こうの、あの入り口の石も全て緑色凝灰岩で、あそこは雨が当たりませんから多分作った時と石の質はそんなに変わってないと思います。でこういう家があちこちにありますね。ここではこれは裏山で採れたから太郎山の山麓で採れたか秋葉で採れたか分かりません。